まで地域のために戦ってきたじゃないか。そうだよ。アクションの派手さとかかっこよさじゃなくて、みんなが安心して暮らせる場所を作りたいっていう気持ちで僕たちは頑張っているんだから、これからも僕たちと地域の人たちとか協力して、この街も進化させていこうよ。そうそう、まさしくこれからが進化したキラレンザーの進化が問われる時ってもんでしょ。もう家があったらなかなか言うじゃない。そうか、この街のいいところってもしかしたら建物とか景色とか目に見えるものばかりじゃないかもしれないって気がしてきたぞ。なんとなくわかるような、わからないような。きっと人と人との支え合いが、助け合いの気持ちの強い人がたくさんいるってことじゃないの。うん、確かにこの夏祭りだっていろんな人の支えがあってこそここまでできたんだよ。夏祭りに協力してくれた皆さん、本当にありがとう。そして私たちを進化させてくれた子どもたち、本当にありがとう。そう、これこそ人という字は人と人とが支え合ってできてるんです、って金八先生が言ってたことだね。おひどいイエロー、あんまり似てないぞ。まあ何はともあれ、たくさんの人に感謝の気持ちを込めて、そしてこの街を見事に進化させていくために、いつものやつをやっときますか。それじゃあみんな行くよ。総合実践隊ケアレンジャー、みんなありがとう。さよなら。Thank you.